百人一首の99番目に登場する後鳥羽院。承久の乱で幕府と対立した上皇としても知られています。今ゆかりの遺跡をめぐってある議論が。大阪府島本町、後鳥羽院がおよそ800年前、ここに水瀬離宮という別荘地を作り、周辺を一大都市として発展させたと伝えられています。ここが後鳥羽上皇 の作られた水瀬離宮跡という、大阪府が大正8年にその石碑を建てたという場所です。石碑の隣には企業の社宅跡がありますが、発掘調査はされておらず、水瀬離宮の中心となった建物の跡などは未だ見つかっていません。きちんと発掘をすれば、さまざまな遺構が出てくるだろうと。十分な調査もなしに形ばかりの調査に終わる可能性もありますので。実は今ここに11階建てのマンションや戸建ての住宅を建てる開発計画が持ち上がっていて、住民側はマンションの建設が始まる前に調査をしてほしいと島本町に要望を出しています。この場所の価値を明らかにして、その上で何とか残せるものは残していくという、そういう方策を考えていただきたいと思いますね。一方でこの場所は文化財のある埋蔵文化財宝蔵地に指定されていないため、島本町は今後の工事で遺跡が発見されたら開発計画の変更や発掘調査について協議を始めるとしています。水瀬離宮は歴史とした遺構があり、そしてここが日本の政治を大きく動かすような場面もいくつもあった、そういう場所でございますので、このまま行くと跡形もなくなってしまうという危機感があります。連休の最中、地元住民や専門家らが開いた水瀬離宮の講演会、予想を超える120人余りが出席しました。問題はマンションが建つときはやっぱりものすごく杭を打ち込んでしまいますので、完全に破壊されてしまうんですね。なんとかもっと町政に伝わって、一緒にね、残していこうというふうにならないかなっていうのがもう本当に望みです。発掘調査をするのか、開発を進めるのか、線引きをめぐる議論は今後も続きそうです。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。